おはようございます。正午とですね。まあ、こんなような感じで、あんまり変わり映えはないですけどね。やはりですね、徐々にね、音楽の方が、ね、良くなってきたわけですよね。で確かこの年はね、臨海学習みたいなのね、あったと思います。だからケロリンとかね、お風呂場にね、あるような、そういう思い出も、使用品以外とかね。やはりこういうことでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。